木梨は高松市北西部にある一地区で、高松市役所木梨出張所の管内。木梨町藤井、木梨町これ竹、木梨町佐良、木梨町佐藤、木梨町山口、木梨町木梨の6町からなる。かつては全域が香川郡上笠巨村として存在し、 1956年9月30日に高松市に編入された。地区は高松市北西部に位置し、五色台と峰山と呼ばれる岩瀬尾山海に挟まれた内陸にある。人口は2010年時点で6033人で、世帯数は2402世帯である。面積は6.98平方キロメートルと、高松市内の地区では平均的な広さで、 人口密度は858.17人、平方キロメートルで平均より低い。高松市中心部のベッドタウンとしての性格がある。全域が高松平野の一部であるが、地区の北西側には標高364メートルの勝賀山が存在しており、かつて勝賀城が存在したことなどから地区のシンボル的な存在となっている。さらにその勝賀山は、 五色台へと連なっており、高松平野はここで終了する。地区の中央には本津川が流れ、地区外ではあるが、東側の甲東川も近い。香川県の典型的な平野の特徴として、この地区でも勝ヶ山山六に沿うように渇水対策のため池が多数存在する。高松市編入以前は、城笠巨村を参照もともと、香川郡城笠井村であった。 この地区は1890年2月15日の町村制施行時に単独で町村制を施行したため村内に合併後町名に引き継がれる大技が存在しなかった。そのため1956年9月30日に高松市と合併した際には九条笠佐巨村地区は全域が単に木梨町とされた。同様の例は 高松市内では他に旧木太村や旧阿寺町などがある。しかし、高松市は合併から2ヶ月後の同年11月19日単に木梨町とされていた、この地区を分割、小技である、これ竹、助良、藤井、佐藤、山口、木梨をそれぞれ町名、木梨町藤井、木梨町絶地区、木梨町佐良、木梨町佐藤、木梨町山口、 木梨町木梨とした。合併後一時は単に木梨町とされた、この地区は分割の際、旧城を笠桁村寺の小技にすべて木梨町を冠したため、この地区は旧村名、城河崎地区ではなく木梨地区と呼ばれるようになった。このように合併直前の町村名が合併後の地区名に採用されなかった例は、高松市内では他に鶴尾地区がある。 江戸時代から日本有数の盆栽の産地であり、木梨地区とその周辺を中心とした香川県産の松盆栽は全国8割のシェアを誇っている。また海外にも多くが輸出されている。それ以外の地域は他が広がっている。香川県道33号高松、全通寺線沿線を中心に丸中木梨店などの小売店や商店が存在する。 郊西地区とのつながりが深く、特に2006年にイオン高松ショッピングセンターが開店してからは、多くがそちらに流れている。地区内の小学校は、高松市立木梨小学校が存在し、郊西小学校の校区であるこれだけの一部を除く、ほぼ全域を校区としている。また、中学校は、地区内には存在せず、全域が隣の郊西地区にある、 高松市立昭和中学校の校区となる。勝賀さんの山徳には、香川県立高松西高等学校があり、高松市周辺の多くから生徒を集めている。また、同じ山徳には、市立の中高一貫校、香川誠寮中学、高等学校も存在し、学生寮が設置されるなど進学校として、香川県内はもとより、岡山県からも多くの生徒が在学している。 この地区の行政サービスの中心としては、高松市木梨出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、木梨コミュニティセンターとして、地域交流の中心となっている。また、香川県道33号高松全通寺線沿いの木梨駅前にある香川運輸支局は、陸運部門において、香川県全域を管轄しており、 自動車の登録、ナンバープレートの交付などを行っている。その他、同じ県道沿いの山口には、高松国道維持出張所も存在する。町別50音順メインストリートは、地区内唯一の幹線道路である、香川県道33号高松全通事線。この道は片側1車線の対面通行の道路で、木梨駅以北は両側に、住宅や商店が密集していて、 それ以南は片側に JR 予算線が並走している。またこの道は旧国道11号であり、かつては県内外から高松市中心部へ流入する交通が集中していたが、1975年4月に国道11号高松南バイパスが共用を開始すると多くの交通はそちらへ移行した。しかしバイパス完成で県道へ格下げされた後も、 木梨地区から高材地区を経由して高松市中心部へ向かう唯一の幹線道路であるためラッシュ時の交通渋滞は激しい。そのため特に混雑の激しい高材地区部分を迂回するために市、同期ふと式無線を経由し産業道路へ抜ける方法も存在するがここでの右折車が多いことから新たな渋滞ポイントとなっている。その他、 国道十一号の前身で、江戸時代の佐ぬき街道の一つの丸亀街道を踏襲するルートとして、香川県道百七十五号をいがかり、豪東線も地区の南東を通っている。また、下笠居地区上松町を起点に勝賀山の中原を、半周四五式街へ至る勝賀能面道路も地区内を通っており、そこまで香川誠寮中学、高等学校へ向かう指導などを経由して、 五色台に上ることもできる。木梨駅地区内唯一の駅である JR 木梨駅が中心駅であり、周りには行政施設や学校などが立地している。この駅は1897年の予算線、開業当初から存在した駅であるが、現在停車する電車のほとんどは普通列車であり、特急は全車が通過するほか、快速列車も一部を除きほとんど停車しない。 快速列車のうち予算線の下りは、全車が通過、上りは、朝のラッシュ時に3本、夕方のラッシュ時に1本のみが停車する。瀬戸大橋線の岡山方面は早朝及び深夜の一部、高松方面に至っては、深夜の一部時間帯にしか停車しない。この地区が、桃太郎伝説ゆかりの地の一つであることから、木梨駅は木梨桃太郎駅の愛称で知られ、付近には、 桃太郎踏切も存在する。その他、隣の高生南町には、地区との境付近から引き込み線が引かれ、四国桃太郎貨物駅の愛称で知られる、貨物専用駅、高松貨物ターミナル駅も存在する。また、2002年3月には駅名にちなみ、ハドソンが、同社のボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズのキャラクターを、片切った石像を、木梨駅に寄贈し、 高松方面行きのホームに設置されている。バス路線はことでん、バス高松成功線一線のみである。成功線はことでん、河原町駅発で、木梨駅付近の指導山口1号線との交差点まで、香川県道33号高松全通寺線を路線としていたが、2019年4月1日より、ルートがほぼ全面的に変更され、 国道11号高松市、同期ふと式無線経由になり、寄付と期無線終点で、元のルートに戻り、県立高松西高校まで至る。かつてはこと3バスも路線があったが、現在はなくなっている。その中でも植木な支線は、同社で唯一、高松市内で完結する路線であった。基本的に、高松市東部の前田山にある高松局を受信する。しかし、 特に、アナログ放送においては峰山が障害となって、良好な受信が困難であるため、UHFVHF アンテナ2本を上げて、海を越えた岡山局を受信する。その際、NHK 放送が、高松放送局ではなく岡山放送局のものになる、ため、もう1本、UHF アンテナを上げて、NHK 高松専用の中継局である。 木梨中継局も合わせて受信する必要がある。デジタル放送では、岡山局からも NHK 高松の電波が出ていることや、ある一定の受信レベルさえ確保すれば、ゴースト障害は起こらないことから峰山を越えた高松局の受信が可能であるため、どちらを受信しても UHF アンテナ一本で済む。県外箱の木梨地区は、桃太郎伝説の地の一つであり、 南西部の袋山山六区には、熊野権現、桃太郎神社が存在する。木梨地区の桃太郎伝説、すなわち、高松の桃太郎伝説が知られるゆえんになったのは、当時城笠京小学校の訓導であった橋本千太郎が1930年、四国民法に掲載した論文、童話、桃太郎の発祥地は、さぬきの木梨に始まる。 彼は24歳であった1914年秋に、当時の内閣総理大臣県外務大臣であった、大隈重信が、木梨駅で行った演説。この駅は、鬼梨かと思えば、木梨と読むそうだ。なかなか面白い地名だと思う。とにかく、村人諸氏は、地名のそれのように何とぞ心の中に、鬼がないように、個人も団体も皆ますます向上発展に、努力されたい、を聞いて、 郷土の歴史に興味を持ち、郷土研究を始めた。その後、古文書研究などから、桃太郎伝説は、実話で、木梨という地名からその場所が、現在の木梨地区であることをまとめ、演説を聞いてから16年後、彼が40歳の時にその論文を発表するに、至った。その論文によると当時、鬼たちは、周辺各地に出没して、非道の悪事を重ね、 住民は恐怖の毎日を過ごしていた。その頃、地方開拓のためこの辺りに立ち寄った桃太郎は、本津川で洗濯をしていた、美しい娘に一目惚れした。そこで、悪事を重ねる、鬼の話を知ると二人の住む、神高に、養子入りして、鬼退治のため援軍を募り、犬、猿、肘を、はじめ多くの強力な軍勢を仲間にした。桃太郎は、おばあさんの作った、 キビんごを腰しに、鬼の本拠である女木島へ出撃し、激戦の末、大勝利を収めて、無事凱旋した。後日、鬼は、桃太郎軍に逆襲してきたが、セリズカという場所で一人残らず帰り討ちに遭い、全滅させられた。その鬼たちの樺を埋めたのが、今の、鬼が塚である。そこでこの里を、木梨というようになった。その後、当時、佐ぬ国主であった。 菅原道真が漁師にこの海賊性伐の話を聞き、おとぎ話としてまとめ、全国に桃太郎伝説を広めた。この論文が発表された、翌年の1931年には、橋本千太郎によってメギ島に人工の大洞窟が発見され、論文の効果と相まって桃太郎伝説の信憑性は一気に高まった。桃太郎踏切木那地区やその周辺には、 桃太郎伝説にあやかった愛称が多数存在する。ありがとうございます。